様、こんばんは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 Hi guys, I'm Princess モーセ here. How's going on? はい、今日は久しぶりにですね、眠る前のあの人の気持ちを見ていきたいと思います。今日はね、もう一回一回区切るのではなく、まあできるだけ全部そのままのものを流していきたいと思ってます。うん、今これはセージの香りです。香りじゃないね、煙です。セージで今浄化中です。はい、今日はたくさんのカードを使いながら、まあ思うその時その時で思うカードを取り出しながら、あの人の今日の気持ち、それを見ていきたいと思います。はい、じゃあまず選んでいただきたいのは、はい、こちらボトルです。1番の方、ゴールドのボトル3、2番の方、ブルーのボトル3、3番の方、グリーンのボトル3です。まあ、今日はね、色がピンときたものをお選びください。じゃあノーカットでできるかな。カメラとかが倒れるとね、ノーカットでできなくなるんだけれども、できるだけ、うん、頑張ってみたいと思います。じゃあ早速、はい、1番の方見ていきましょうね。はい、じゃあまず1番の方の今の恋愛のエネルギーを見ていきたいと思います。さて、今の1番の方、さてどんな恋愛エネルギーなのかな。すごいね。トラストですよ。もうなんかとても素敵なエネルギーがお二人をこう取り巻いてますよね。うん、すごいね、素敵。うん、はい、おー、リトリート、大人だね。はい、あ、なんかすごいぞ。うん、今まずこれはね、恋愛エネルギーとして見てるんですけれども、うん、私、あ、ちょっと待ってね、もう少しだけ見てみようかな、今の2人の状況、恋愛エネルギーね。なんかお互いにすごい思い合ってるように見えるし、お互いむちゃくちゃ思い合ってるんだけど、複雑な関係なのかな。うんうん、あのね、1番のゴールドのボトルさん、今からね、あの人の気持ちを見ていくんだけど、ファーストカードにこのカードが出たじゃない。もうね、あなたはね、このまあお相手様のパートナーなのか奥さんなのかわからないんだけど、気にしなくて大丈夫だよ、嫉妬しなくていいよ、うん、愛されてるのはあなただから。うん、あなたがね、とてもとてもこう今もっともっとってすごく求めてるように思うんです。あの人に愛されてるんだけど、でもこういうライバル的な存在がいることによって、私だけを愛して、私だけを見て、もう私だけのものにしたいみたいなね、そのね、思いがすごく見えるんだけど、もう十分あの人はあなたのことだけをしっかり見てくれてますよ。だからね、心配いらない。確かにあの人はね、このね、どなたかがいる家に帰ってるかもしれない。でもあなたのことは、うん、もう愛してくれてるって出てるよ。うん、必要以上に気にしない方がいいかなみたいな。
じゃああの人の気持ちをつれづれと見ていきましょう。うん、つれづれとね、よいしょ。かなりここカード出たけどまあいいや、うん、はい、これ駅カード。あの人の気持ち、よいしょ。まあちょっとね、いろんなカードを使っていくので、ルノルマンも出してるんだけど、はい、じゃあね、よいしょ。はい、じゃあ見てみましょう。はい、これは今さっき出したものね。上から重ねていきます。あの人の気持ち、はい、カップの4のリバース、インジャ、デビル、リバース、チャクラの7リバース、節制、正義、リバース。あー、なんかいろんな気持ちがね、ソンイフと、おー、簡易点、はい。あ、また正義のリバース出てるね、同じカード。ワンドの5、ワンドのクイーン、はーい。まあね、これがじゃああの人の、うん、気持ちと思ってみてください。うん、あの人がね、言いたいことはね、あ、うん、やっぱり今ね、複雑な関係とは言ってるの、あの人が。うん、複雑な関係でね、まあ、いわゆる、まあ、不倫っていう感じなのかな。あ、それでもね、お相手様としてはこう、できる限りあなたへの愛情を注いでるよって言ってる。うん、あなたがなんかね、とても寂しい思いをしたりしてるところは分かってるんだよね。で、あの人はやっぱり奥さんとあなたの間でとても葛藤があるみたい。そしてね、まあ、子供がいわゆる成長したら、うん、子供がまあ、なんていうのかな、あの、うん、成長だね、成長したらこのお相手様もようやく自由になれるのかなっていう感じで、それまではね、お互いにとって本当に気持ちのいい距離感、なんか本当お互いにとって空気のような、そういう存在でありながらも、でも僕は君のことをリードしていく、大切にしていく、そういうのが出てるんですよね。そして今の今は残念ながらね、結婚はね、ちょっとね、できない、今の今はね、そういうカードが、まあ、リバースで出ていて、まあ、僕はとてもこう情けない部分があって、そこはごめんっていう風な感じで謝ってたりもする。でもあの人としてはやっぱりあの人も傷ついてる、あの人も傷ついてる、でもあなたと今はやっぱりどうにかなるっていうのは、やっぱり家庭の問題、子供の問題があって今は動けない、でも僕たちは愛し合ってるよねと。うん、こんななんか大恋愛はこのお相手様は初めてだよっていうことを言ってるんだよね。じゃあもうちょっとカードを出していきましょうか。はい、じゃあね、うん、月、はい、
女教典の聖一、はい、そしてワンドの八のリバース。やっぱりね、連絡を取るとか会うっていうこともどうしてもね、奥さんの目とかを気にしないといけない。でもそれでもなんかそんなリスクを犯しながらも、僕は君に会いたいと思う、君の声が聞きたいと思う、寝静まった夜にでも君にだから連絡してるんだよって。やっぱり深い愛情があるから、言い訳っぽく聞こえるかもしれないけど、深い愛情があるからこそ君への思い、行動をしてるつもりだよっていうことで、あの人のね、その例えば体だけとかね、そういう感じではなく、あの人のいわゆるこう精神的な思い、そういうものもあの人の中にあるんだよね。あるって出てますよ。なんか分かってほしいみたいなね、そういう思いもあるみたい。はい、カップのクイーン、聖一。はい、ワンドの6の聖一。すごいね、聖一ばっかりだね。コインの6の聖一。やっぱりね、僕にとってね、君がいつも優しく穏やかでいてくれることが、やっぱり僕の生きる支えになるし、生きるエネルギーにもなる。だからこそ君をもっともっと大切にしていきたいと思う。僕もこんなに大切にされてるから君のことを大切にしていくよ。その気持ちは分かってほしい。こういう思いがお相手様にね、出てますね。出てるね。だからこう軽い気持ちとかじゃないみたいです。でもやっぱりお子さんのことっていうのがね、とても強い。やっぱり今すぐにでもあなたのことを抱きしめたい。もう腕に、もう腕にね、抱きたい、そう思ってますよ、お相手様。本当はね、やっぱりこういろいろ我慢しないといけない。今でもきっと我慢してると思うんだけど、あの人は今この瞬間あなたをもうね、腕に抱きたい、抱きしめたい、そういう思いがとてもとても強く感じられました。なんかこう、これだけのね、愛情があるから安心していいと思います。まあね、ちょっとこれでね、お子さんがね、もしかしたらね、いない方っていうのもいるかもしれないんだけど、なんかね、私が今日見た限りは、このね、お子さんの成長とともにお相手様が自由になれるのかな、そんな感じがしました。はい、これが一番の皆様です。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、じゃあ2番の方、ブルーの方、ブルーのボトルさん、今のブルーのボトルさんの恋愛エネルギーを見ていきたいと思います。
仲直り和解のカードが出ています。これは仲直りをしたいということなのか、仲直りができたことなのか、どちらでしょうか。おー、今日トゥルーラブすごいな、よく出ますね。あー、これまだ仲直りできてないのかな、なんか素直になれてない状態なのかな。ブルーのボトルさんがね、2番のブルーのボトルさん、ネズミさん、クマさん、山。あ、今まだ仲直りできてないですね。復縁ができてない状態なんだね。わかりました。じゃあ、あの人の気持ちがね、同じように仲直りしたいとか復縁したいって思ってくれているかどうか、見ていきましょう。はい、じゃあね、お相手様、同じように復縁をしたいと思ってくれていますか。そして復縁ができますか。でもお二人お互い好き同士って言ってるからね、あとはね、こう時間っていうかタイミングの問題だろうなって気がするんだけどな。本当にあとはそこだけのような気がするんだけど、人の気持ち、今日はね、本当にこういろんな角度から見ていってます。はい、あの人星ですよ仲直りしたいって思ってるよ。あ、でもきっかけがつかめないってあの人が言ってるね。好きなのに、節制、あ、今日これね、節制のリバース2枚も出たね。ソードの6のリバース、あ、なんか連絡する勇気がないって言ってる。あなたのことむちゃくちゃ思い出してますよ、参加費。そして水乱中、あ、すごいお相手様辛そうだね。はい、まずね、こうつらつらつらとカードを出してみたんだけれども、早くね、仲直りしたい、あなたに会いたいってすごく言ってるの。でもあなたのことをとてもね思い出していて、今の現状、喧嘩していること、仲直りできていないこと、ものすごくねお相手様つらいって言ってるんですよ。で、辛いんだけれども、こう自分から連絡する勇気がない、いっそあなたに会いに行こうかなって気持ちはあるんだけど、なんかね、一本の連絡の勇気がまだないんだよね。きっとね、君と僕はなんかね、まだ好き同士って信じたいみたいな、信じたいんだけれども、もし自分から連絡をして、例えばブロックをされていたりしたらどうしようとか、そういうね、恐れとか怖さがあるみたいです。とてもね、あの人の気持ちは復縁色、仲直り色がとてもとても強いですよ。怒り、なんかね、
ね、こう気持ちがあるのに勇気がないというかね、怖がってる、うん、そんな感じなんだよね。ね、これからあの人が動いてくるかとか、うん、怒りが出て、釜が出て、ハート、ハートですよ。うん。はい、ソードの4のリバース、動いてくるかな。ワンドの3のリバース、カップの7、うーん、これね、あなたからの一言とかね、きっかけがあったらすぐもうすぐ復縁できそうなんだけど、でもね、ここトゥルーラブだからね、もうお互い大切な存在なのはもうきっとお互い分かってるんだよね。うん、お互い大切な存在、これはあなたから動けるかな、あなたから動ける、お相手様から来てほしいんだね。はい、ワンドの3、コインの5、はい、コインの4、あー、なんかね、お互いがね、もう一回言うんですけど、お互い好きなのに、お互い相手からの連絡を待ってたり、受け身だったり、あの、なんか愛されたいっていうことをこう、分かりたいっていうか知りたいのかなっていう感じがするんです。うん、これね、じゃあ、あなたから連絡頑張ってするか、お相手様から待つか見てみましょう。あなたから連絡をする、お相手様からの連絡をちょっと待ってね、待つ。はい、あなたからの連絡、太陽だよ、ほら。はい、お相手様から連絡待つ、取り、連絡はね、もしかしたらあと2週間ぐらいしたら来るかもしれないけど、あなたから、うん、なんか例えば、もしあなたは悪くないかもしれません、でもこの前はごめんねとか、少し言い過ぎてごめんねとか、なんかきちんと仲直りしたいなとか、そういうね、こう明るい連絡を、できればこれ日中に、お昼のね、昼休みの時間とか、その間にしてあげたら、おそらくね、うん、すぐね、すぐね、返信が来ると思いますよ。お互い好き同士だからさ。うん。じゃあね、あの人の、まあ、今の眠る時の気持ち、はい、チルドレン、あの人はね、あなたにとても甘えたいんだと思う。本当はね、こういう風にね、お相手様も大人なんですよ。大人なんだけど、今お相手様は、例えばね、あなたの腕に抱かれて、なんかこう安心したいとか、あなたの愛に包まれたい、うん、なんか包んであげたいじゃなくて、包まれたい、こう、そういうね、母性本能をあの人は今求めてるのかなって感じ。だからこそこういう時にね、あなたからのね、謝りそういう連絡があると、もうね、すっごく嬉しくて、うん、もうね、すぐこれはね、仲直り、うん、復縁、そういうものができるような気がします。私はまあね、ちょっといろんなご事情があるかもしれないけど、
あなたから動くこと。まあね、動かなくても、まあ、2週間ぐらいするとね、連絡はあるとは出てるんだけど、あなたから動いたらそれはすぐ、すぐ復縁の方向に行きそうです。はい、これが2番の皆さんです。よかったら参考にしてみてください。おやすみなさい。3番の皆様、グリーンのボトルさん、お待たせしております。それでは3番のグリーンのボトルさんの今の恋愛のエネルギー状況を見ていきたいと思います。はい、メイクザエフォート。はい、今のおーソウルメイト。すごいですよ、3番のグリーンのボトルさん。なんかもしね、例えば今3番のあなたが、例えば今私誰もいないけどとか、新しい恋を探そうと思ってるのにって思ったらね、近いうちに出会う、あなたのソウルメイトにもう少しで出会います。そしてね、今恋愛中の人、なんかね、あなたの魂とね、お相手様の魂が今いわゆるハイヤーセルフ様たちが調整してくれてる、もう少しでね、カチッて重なるって感じなんだよね。2人がもう少ししたらこう結ばれるとかね、より固い絆になるとか、そういうのが出てますよ。今よりももっと強いもので結ばれるみたいですね。ゆり、かま、手紙、お相手様と連絡取れてるかな。もしね、なんかね、事情がなんとなくねあるような気がするんですよ、事情が。あるような気がするんだけど、でもね、やっぱり来ますよ。あなたが待ってる連絡、嬉しい言葉、あの人からの告白、もう少しで来ます。これね、早かったらね今月
の30日まで。で、もしね、この今ハイヤーセルフ様たちの調整がもう少し時間がかかるのであれば、12月までには、ね、12月遠いじゃんって思うかもしれないけど、今ね、一生懸命いろんなことを調整してくれてるって出てる。じゃあ、の人の気持ちから見てみますね。見てみる。ソードのキングの正位置がドーンと出ましたね。これは駅タロットです。ちょっと先に開いてみようかな。ソードのキング、ソードの10。おお、すごいな。カップのキング、ワンドのエース、コインのナイト。あ、これ全部正位置が出たね。はい、そしておお、来家宝だ。片っけ。まあね、何かライバル複雑な関係っぽい状況かもしれない。でもね、あの人ね、全く諦めてないですよ。なんかこう、あの人の言葉を代弁すると、俺の辞書に諦めるなんてないみたいな。あ、強い強い強い。ものすごく前向きですね。やっぱりね、これだけの体の相性とかもね、そうだと思うんだけど、失いたくない人って出てますね、あの人の中に。強く強く出てます。なんかね、今はこの状態をあの人は理解していると。理解してるけど、これが終わりとかじゃないよと。どんなことがあってもまた君とやり直したいし、君と愛し合いたいと思ってる。すごいですね。むちゃくちゃ気持ちが前向き。前向き。あ、ちょっと待ってね。だってさーと だってソウルメイトなんだもん、お二人がね。すごいよね、棺桶。あ、これ2枚取れたね。はい、道とクロス。どんな困難な状態になっても、私は絶対君との愛を取るよって。諦めないです、このお相手様。諦めないです。はい、コインの9のリバース。はい、正義のリバース。はい、カップのキングね。これカップのキング、今日ね、これ2枚目。2枚目。はい、そしてカップの5ね。このバレてしまった状況。ああ、多分これ今だよね。はい、やっぱりね、このね、いろんな気持ちから見てると、今お二人の間に何か時間をかけないといけないような、そういう出来事があったのかなって感じで。確かに諦めるっていうその方向性もあるんだけど、あの人はそれを全く考えてないです。むしろどうしたら前向きになれるだろう、どうしたらいいだろうっていう、このお相手様の
むちゃくちゃ頭のいい人だと思うんですけど、その頭をフル回答しながらあなたとのことを考えている、そんな感じです。今が10月だよね。ちょっと連絡が取れる月見てみようかな。10、11、12で見てみます。10、道だからね、まだだね。11、12、ちょっと1月まで見てみよう。1、はい。あ、12月、これ文字のカードです。12月の末になるかもしれない。あ、ごめんなさい、これ10月ですよね。11月の末になるかもしれないけど、これテキストのやり取りがね、できそうな気がします。10、11、12。はい、ほら12月。あなたのカード。1月魚。はい、物事が動き出す、連絡が取れ始めるのは11月の末からです。そしてそこからあなたもとてもね、輝かしい、嬉しいって感じになるし、もう1月には2人の関係が、いわゆるこれね、セクシャルな意味もあるんだけど、あの人との関係性がいわゆるも戻ってる、元に戻ってる。2人が居心地がいい、なんか一緒にいて楽しいみたいな、生き生きとしてる2人にもう1月はなってるって出てるからね。だからね、これはね、大丈夫大丈夫です。てかもうソウルメイトとか、もうすごいカードがね、ものすごくいっぱい出てましたからね。じゃあ、あの人の今の気持ち見てみましょう。あの人の今の気持ち、あなたとね、こういう甘い雰囲気になりながら、なんか時間を忘れてあなたと本当に過ごしたい、そばにいてほしい、あなたの香りを嗅ぎたい、柔らかい肌に触れたい。これがね、今あの人が考えてるお気持ちのようです。なんかどんな困難にも絶対負けないと、どんなことに対しても絶対努力する、そういうお相手様の強い信念、強い気持ちが見えました。はい、これが3番のグリーンの方です。よかったら参考にしてみてください。おやすみなさい。